はい、集合。はい、集合。はい、集合。よし、集合。皆さん、本当にお久しぶりですね。どうも、ホースト監督の、森本です。ありきさまかなくなるぞ森本さまかー去年も開幕8連勝。わしのこの、素晴らしい采配によって8連勝したかと思いきや、山本由伸に連勝ぶち止められて。で、今年も開幕5連勝。今度こそ、去年開幕8連勝で優勝逃したんでね。まあ、15連勝ぐらいしてやろうではないかと思ってたところで、由伸ストップ。早めじゃいけって、なんでいつまでいるの？ジャパンに。なんで君いつまでもこの極東のアジアの島国にいるの？なんで早く太平洋渡らないの？早くメジャーに行け！ねん、今日も京都で。150後半のストレート、150に迫るスプリット、カットボール、で、何急に降り注ぐカーブ打てるか、バカ誰が、ほんま。もう、ここ数年何回わし吉野部で発狂させられてんねん、もう。吉野部にボコされた時のサムネだけでひねくり返るんだ、できる、ほんま。それでは本日の試合振り返っていきますか。まずホークスの先発は、高橋、二軍戦とオープン戦で合わせて12イニング連続無失点ということでね、まあ、球速も戻ってきたということで、先発6番手に抜擢されたわけですが、初回、2回、ともにノーアウト1、2塁のピンチを背負いました。ちょ、待て、おい。いや、確か球速は戻っとったけど、おい、俺、お前ピンチ背負いすぎや、お前。と言いながらも、ね、相手さんのミスもあり、なんとかゼロでしのぎました。よし !2 イニング連続で相手のチャンスを潰した。これはホークスに流れがくるんとしちゃうか？よしのぶストップ、ドーン！まあ、よしのぶ相手にね、打てんことは分かっとる。ある程度想定内ではある。まあ野球とはね、点取られなければ、とりあえず負けないスポーツですから。こっちが点取れないならね、こっちも手をやらなければいい。まあ、しばらく耐えてれば、いつかきっとチャンスが訪れる。3回よし1点、ドーン！何やってんの、お前。先頭茶のフォアボールで出し、ワンアウト2塁のピンチで森友にタイムリー打たれて、その後もフォアボール出して、バンドに変わったところ、杉本にね、スリーラン勝ち込まれました。4-0。ああどないせっちゅうね、この試合。吉野相手に4失点って。当たり前のようにね、その後もホークス点は取れないイニングが続きました。ただ、なんとね、あの山本由伸がね、まあ、WBC の疲れも考慮してでしょうか。あの、6回、で、マウンドを降りたんですね。おっと？思いがけぬチャンス。オリックスピッチャー、阿部翔太。制球定まらず、ツーアウト満塁で、周東に押し出しフォアボール。1点を返しました。3点差。よーし。さらに2番、近藤。来た。これだ、来た。頼む、近藤。ここで逆転だ。セカンドゴロ、ポーン。当たるぞ！まあ、いい当たりだったけどね、近藤の打球も。まあ、今思えば、ここでもう1、2点取れてれば、相手にプレッシャーをかけられて、もう少し違う展開はあったのかもしれないなと。いや思ったり思わなかったりします。そして8回表動き。先頭3番柳田幸。打席に行くか柳田に、わしはこう声をかけました。柳田。ちょっとこれ。お前ここで打たんかったら、年俸マイナス5000万。というね、まあ冗談ですよ。冗談ですけど、わしのかけた魔法の言葉のおかげでね、柳田が見事にツーベースでポンと放ちました。よしよしよし。さすがや。わし。で、ワンアウト3塁の場面で、牧原大成ファーストゴロの感じにもう1点返しました。4対2。あっという間に2点差です。そういうことです。まあ、吉野部でさえなければ、点を取るなんて、イージーなんすよ、イージー。さあ、8回裏を抑えて、2点差で最終回の攻撃行きましょうか。ツアーと満塁で、ダイとトング、走者一つとなるレフトへのタイムリーツーベース、ドーン！トング！やるしとくれたんぞー！おい、トング何してくれとんねん、お前。おい、吉野部のお隣さん、ほんま。せっかくわしの見事な采配により、2点差に詰め寄ったものの、このトングの一打で、ゲームオーバー。7対2で、ホークス、今季初の負け。という試合でございました。いや、まあ、ようやったよ。わしは。選手たちはね、悔い改めて反省してもらいたいんで、今、京セラ外周100周させてます。まあ、今日負けてもしゃね。いつかは負けるもんや。さて、次は土日セーブか。相手先発が、高橋コーナー、平。はい、やるかい！何せそれ。なんでそんなさ、パリーグ5球団で寄ってたがって、ホースいじめようとするんですか？ひどくないですか？なんすか、これ。しかもなんか日ハムはね、伊藤博美とかぶつけてきそうな雰囲気漂ってますし。なんでこんな開幕序盤でパリーグ包囲も光にはならんのですかね。まあ、パリーグ他球団もよっぽどわしのこの腕に恐れをなしているんでしょうね。まあ今日は負けてしまいましたが、今シーズン残り、まあまだまだ始まったばっかりなんで、まだまだね、山本由伸をぶつけられる、対戦する機会、たくさんあると思いますので、次こそは由伸を、わしのこの、見事な采配で攻略してみせたいと思います。楽しみにしててください。まあしゃあないよ。ガスイもあれば、負ける意味ある。逆に3試合もねえから。本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。それではまた次のところでお会いしましょう。ほなまた。グラシアス。